見えるこちゃんは、泉あさきによる、漫画作品。2018年11月2日より、コミコーカーにて連載を開始し、2021年7月16日より、コミコーカー内の新レーベル、ウェブコミックアパンダに移籍して連載中。単行本は2019年4月22日より、刊行されている。2018年、泉あさきが本作品を、 ツイッターで発表したところ、6万回以上リツイートされ、18万以上のいいねを獲得するなど話題となった後、同年11月2日よりコミコーカーで連載を開始した。2021年10月よりテレビアニメが放送中。2019年8月、次に来る漫画大賞2019ウェブ漫画部門に選出され、10位にランクインした。 2019年12月、ニコニコ漫画が主催する、ニコニコ漫画年間ランキング2019、公式漫画部門に選出され、2位にランクインした。2020年1月、日本出版販売が主催する、全国書店員が選んだおすすめ、コミック2 0 2 1一般部門に選出され、9位にランクインした。2020年6月、 ツタヤが主催する、みんなが選ぶツタヤコミック大賞に選出され、7位にランクインした。声の甲は、突起がない限り、テレビアニメ版の声優。2021年10月より、ATX 他にて放送中。四谷美子役の天宮隆による、ウェブラジオ、TV アニメ、見える子ちゃんウェブラジオ見えるラジオ化が、2021年10月1日より、おと泉にて、 1> 月1回ごとに配信、ありがとうございます。